桜田リセットは、河野博史による日本のライトノベル。イラストは、椎名優が担当。角川スニーカー文庫より2009年6月から2012年4月まで、全7巻が刊行された。吉原雅彦による漫画家作品が、月刊少年エースにて2011年2月号から11月号まで連載された。2017年2月より、コミッククリアにおいて、 河野博之自身が脚本を手掛けの花立つが作画を担当する漫画版が連載中。2017年5月時点でシリーズ累計発行部数は60万部を突破している。2017年に全後編で実写映画化され、同年4月から9月まではテレビアニメも放送されていた。能力者の存在する町、先領伝に住む和才京は、 見聞きしたことを完全に思い出す。記憶保持の能力を、春先みそらは世界を最大3日、分議時的に巻き戻す、リセットの能力を持っている。K たちは、能力者を管理する公的な機関、管理局の、法仕クラブに属し、依頼されて、能力を使いながらも安全を保障されている平穏な、日々を送っていた。そんなある日、幕画品をめぐる事件の発端となる依頼が舞い込んで、来る。 声はアニメ版の声優。実写映画版の配役は後日。二部作として、桜狩りセット前編が2017年3月25日に、桜狩りセット後編が5月13日に公開された。前編は小説の4巻まで、後編は5巻からを原作としている。2017年4月より9月まで、東京 MX、関西テレビ BS11ATX にてニクルの、 期間で放送された。発売、販売元は角川。各館には、ブックレットの他シリーズ構成、脚本を担当した、高山勝彦書き下ろしシナリオのドラマ CD が、付属した。全4巻。石川海人との桜だりセット報酬ラジオの、タイトルで、2017年4月7日から9月29日まで、ラジオ大阪にて毎週金曜23時30分24時に、 放送された。ラジオクラウドでは、同年4月10日から10月2日まで毎週、月曜日に更新。ドコモアニメストアでは、同年4月18日から10月10日まで、毎週火曜日に更新された。メインパーソナリティの石川海人が、月ごとに変わるマンスリーパーソナリティと共に番組を進行した。月ごとのラジオタイトルは、にマンスリーパーソナリティの名前が入る。 桜田リセットカードゲームの名称で2017年5月11日にグループスンコザイクより発売された。ゲームデザインは宮野花リが担当し、アートワークはシーナ・ユーが担当している。プレイヤーは異能力者たちの力の順番をうまく操作して、誰よりも早くマクガフィンのカードを場に出すことを目指す。プレイ人数は2から5人を想定している。 発売から次の日にルール補足として S のラネコのカードを山札に戻すときは表向きのまま戻すという情報がグループスンのサイト上で公開された。ありがとうございます。